エリック・グリューエンバーグは、オーストリア出身のイギリスで活動したバイオリニスト、ウィーンにエイリーヒ・グリューエンベルクとして生まれる。記事の音楽院で学んだ後、エルサレム音楽院に留学し、1938年から1945年まで、エルサレム放送協会管弦楽団のコンサートマスターを務めた。1946年に、ロンドンに今日移して、 マックス・ロスタルのもとで研鑽を積み、1947年のカールフレッシュ国際バイオリンコンクールで優勝した。エドマンド・ラップラ、ウィリアム・プリースラとの室内学の活動をしながら、オーケストラプレイヤーとしても活躍し、1956年から1958年まで、ストックホルム・フィルハーモニー還元楽団、1962年から1965年まで、ロンドン公共楽団、 1972年から1976年までロイヤルフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターを務めた。1982年からキルドホール音楽学校で教鞭を取り、1989年にはロンドンの王立音楽院の教授に就任している。1994年に OBE を叙勲。2020年8月8日。 ハムステッドガーデンサバーブの自宅にて死去。95歳ボーツ。最も広く聞かれた音源としては、ロンドン公共楽団時代コンサートマスターとして、ソロを演奏したリムスキー・コルサコフ、シェーラザードなどがある。ありがとうございます。